さあ神父様、今年もやってまいりました。シスターマリンの懺悔室のお時間となっております。今年も始まってしまったんですね。いやでもね、年に1回しか我々登場いたしませんから。神父様、ところでなんかちょっと、あのなんかお胸がなんかあれ、なんかちょっとなんか大きくなってませんか、これ。なんかちょっと、そうですね、シャワーの空気吸ったせいですかね。なんかちょっと変わってるなと思いながら。マリンにも吸わせてくださいよ、シャワーの空気。え、ダメ、ダメですね。ちょっと地下で。地下にいいのよ。地下、マリンは。地下で、熟成されてるんでね。何ですか、熟成って。神父様、何ですか、この、いやらしい。何ですか、この穴、いやらしい穴は。知らないですよ、それ言われても。言われてもわかんないですよ。そういう仕様なんです、そこ。そういう仕様。ちなみに神父様ね、去年の神父様もね、ありますので。あ、そうなんですね。去年の神父様。去年の神父、比較してみます、ちょっと。そうです、ちょっと比較してみますか。これ絶対でかく、ほらほらちょっとでかくなってるって明らかになんだこれ、ほんとだ、あれ、影ないじゃないですか、最初最初、むしろナーフされてるまであったんですって、これね。影ない、確かに影ない。影ないっすよ、これ、神父様。ちょっとよく見て。あ、でも見て。え、なんか小さな膨らみが。まあ、確かに小さいですよ、すごく。え、でもほら、よく見て、神父様、よーく見て。よーく見て。ここなんか、小さな、なんか。そうですね、小さな何やら、出っ張りが。出っ張りが、なんか、出っ張りがあり、膨らみが、ね。そうですね。下乳の、ね、ごく一部が。そうですね、ごく一部だったんですけど、なぜか、成長しましたね。いや、このポインポインになっちゃって、見てこのいやらしい穴開けて、こんな通気性良くして、何ですか、この、こんなお股の通気性良くして、一体何をしようというんですか。いや、何もしませんよ。何もしませんか。あなただって、いつもと全然変わんないじゃないですか。あなただってあるんですよ、その、よくわからない隙間が。あー、マリンですか、マリンはですね、ええ、意外とね、今日ここまでしかちょっとなくて、あ、そうなんですね。ここまでしかなくて、意外と。いや、ちょっとこれじゃあ、やっぱ、面白みにかけますか、神父様。面白みっていいんですよ、そんな面白くない。神父さん、じゃあ、いや、もう十分です。大丈夫、面白いマリンもちゃんといますから。あれ、なんか、あれ、ちょっと、待って、なんか、マリンのおっぱい小さくなってる、逆にナーフされてます。あ、神父様、返してくださいよ。これ、吸ってますね。あ、私、吸ってるじゃないですか、完全に。完全に。返してください。そうですね、完全に吸いましたね、これ。なんで、これ明らかになんか確かにナーフされましたね。されてますね。そうですね。いやー、まあ、シスターちょっとそれすごすぎますからね、良くないですよ、やっぱり。神父様、でもそんな良くないですよとか言って自分にそうやってつけて、良くないものを自分につけて、何なんですか。いやいや、これぐらいがちょうどいいんですよ、これぐらいが。あ、これぐらいはちょうどいいですか。あ、そうそう、逆にね。逆にね。逆にね、そうそう、ちょっとあれはね、あまりにも、ちょっとね、現実からかけ離れているので、やはりこれぐらいの方が。ああ、これぐらいがね、現実的な。そう、現実的な大きさなのではないかと。確かにね、やっぱあんまりでかくなりすぎると、逆にちょっと、うわ、なんかちょっとでかすぎ、みたいな感じで。そうですね、引くられる、何事も程よい感じがいいですね。